広瀬橋は、広島県広島市の天馬川に架かる道路橋。江戸時代から、ある簡易内田の橋が前身であり、その後目標として、正式に架けられ、現橋は、被爆による落橋に伴い再架橋されたもの。広島市道天馬矢賀川筋の橋。上流に、広島市道中広宇治那川筋の中広大橋。下流に、広島県道265号ともなえ。 広島線筋の天馬橋がある。東泉北側には、被爆建造物であり改築され現在も、使用されている NTT 西日本東下、シビルがある。少し東へ行くと、広島市道横川エヴァ線と広島電鉄の交点となり、広電東下市町停留場が、最寄りの駅となる。西爪南側に、広島市立天馬小学校がある。少し南へ行くと、 広島電鉄本線の天馬町停留場へたどり着く。藩政時代、防犯理由のため城下には佳境規制が引かれており、天馬川には、西国街道筋の天馬橋と、上流にある出雲岩見街道筋の横川橋のみ、かかっている状況であった。ただこの地には板を渡しただけの簡単な2本の橋が、江戸時代から存在しており、現在も残る広島城下の絵地図である。 原州広島図などに描かれている。これが、広瀬橋の前身にあたり、当時の共鳴や、佳境年度等は不明である。明治時代に入ると規制は解かれ、1907年6月、油屋町在住の小川坊という人物が慈悲で、目標をかけ、ほら春京と名付けられた。なお、下地図及び写真からもわかる通り、当時は、現在地から約130メートル上流に位置していた。 1913年出版、広島案内機の中に、ほら春京の名が存在する。その後、時期は不明であるが、現在の広瀬橋に改称されている。1919年には、再加強している。1939年、東詰めに、広島中央局西文局が、市内初の自動交換局として開局した。また下流側には簡易な遊泳場も存在していた。 この頃になると、ここより東へ進むとあよい橋から、広島の中心部へ、西に進むと福島側には、おごう落ち橋という目標が存在した。1945年8月6日に、原爆被災。表面の床板は吹き飛び、桁がむき出しとなり、欄干は自然に燃え上がり、午後2時には焼け落ちた。 燃え落ちるまでの短い間、この剥き出しの桁の上を被爆者は渡って逃げている。桁は被爆者の地で真っ赤に染まっていた。現在の橋は1957年5月に架けられている。ちなみに大田川放水路改修工事に伴い、小河内橋付近は埋め立てられている。2000年代に入り市内中心部の交通網が再整備が計画される中で、 この橋の再整備も計画されている。1930年頃の広島市へ地図。1945年原爆10日前の市。中央部上空写真。同心園の中心が爆心地。現在地付近に広瀬橋があったことが確認できる。ありがとうございます。